第73回税理試験法人税法の回答解説会を開始していきます。レック専任講師の小池です。どうぞよろしくお願いいたします。まず第1問を見て率直な感想ですけれども、今後税理士に受かって長い間税理士の実務をやっていく上で、やはり知識というもの、それをしっかりと念頭に置いて、で知識というものに対して吸収していくという姿勢をやっぱしっかり持っていくっていうことが、どん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 ですね、コンピューター化とか AI とかが進んでいく中で、それをやっぱりきっちりと圧倒的に超えて行う上で大切になるのは知識なんだよということを教えられた気がします。でシンプルな例えば法人税の申告書とかであれば、もうほぼですね、自動化が進んでいく中で、今後の、税理士を想定した中で、やはりトピックであったりとか新しい改正であったりとか、やはりしっかりと、掴んどく必要がありますよ。それを、まあ、その中ではこう基礎的なことで聞いてくれてはいたんですけれども、そこがやっぱり大きな一つポイントだなと感じました。で第1問の問1でグループ通算制度というものが出題されました。で、まあ、理論集をこう書いてほしいという発想とかではなくて、通算親法人になるっていうのは、まあ、普通法人協同組合等で特に内国法人にこう限定はされてはいるんですけれども、当然慣れないっていうものがあって、まあまあ、ある意味通算法人を辞めるよって決めてからやはり5年間とか、青色申告の帳簿要件を満たさないような法人であったら、またそこにも例えばふさわしくないよというようなこともありますけれども、まあ、普通なら株式会社だよ、でも共同組合も親法人なら認めるよ、でそれで、まあ、関税支配関係というものがあるんですけれども、外国法人が親会社であったり、個人がそのトップの親会社の株を持ってるという親法人とは何なのかって言った時に、 100% 外国の子会社であったって内国法人がこうスタートしている、その下に要はまた完全支配関係というものがあるということを、踏まえて、まあ、法的にどういう対象がって言った時に、まあ、そこの代表になるものですから、通産法人をやる上での看板になるところ、看板にふさわしい内国法人、そこからスタートして、グループというものを持っているもの、それが対象になりますよと。でやはり普通法人で、普通法人って何かって言ったら株式会社、合同合名合資会社、医療法人というものが該当します。で共同組合というもので、それも対象にはなってはくるんですけれども、まあ、商工組合とか、消費生活協同組合とか、農業協同組合とかですかね、いうものも対象にはなってきますけれども、まあ、そこも、踏まえていただいて、ポイントとしては基本的には株式会社をイメージしていただいて、あとはそうは言っても簡潔に説明しなさいとなった中で、まあ、慣れないものというものの中でやっぱキーワードとしては、まあ普通法人はやっぱキーワードになると思いますね。で共同組合等で、まあ、基本的には内国法人だよということを意識していただきたいと思います。でこれから、辞めていくって当然政策のものとかなれませんけれども、そこら辺を踏まえていただいて、ご自身の言葉で
できる法人って言った時にもう内国法人でやっぱグループを持っていてそれのトップになる法人がなれますと。で法人格としては普通法人協同組合が対象になりますと。で、今後長いことをやっていくことを前提なので清算中とあったりとかもしくは、ペナルティを受けて、ものとか実際無理からやるって言ったらやめないって言ったことを、こう決めているようなものは一応対象にすることはできませんけれども、基本的には、内国法人の普通に株式会社これがで国内の中で完全支配関係があるそのトップに位置づけられる法人が親法人になりますとっていう今すみません理論集のような言葉はほとんど使ってなかったけどやっぱそれが説明できるようになってほしいとは思います。で子法人っていうものは、当然完全支配関係があるものなんですけれども内国法人前提になってるんで外国法人のクッションが入ったものはその対象にはならない。要は完全支配関係があるものは全てなんですね。基本入ってきますけど外国法人からの持ち分のなったものは、対象にはなりません。もう完全支配関係というものをまた踏まえていただけながらしかも内国法人による完全支配関係ここをやっぱり色濃く認識していただきたいなと。で、条文内でも外国法人が介在しないものに限るというところもありますのでその部分について言及していただければと思います。で、一般財団法人なんですけど、お金の集まりではあるんですが一般財団法人の、一応解説の方に出てる、概念であったら要はもう配当とかこうするものではないよ。なので、通常の株式とはちょっと違うものだよという位置づけもあるではありますけど、要は普通に考えれば、一般社団財団法人で、収益事業、非営利目的じゃなければ普通法人とみなすっていうものはあるにしても、大前提である、普通法人っていうものに、やっぱり、一般社団財団に関する法律の財団法人は、その中には第一義的には入ってないよ。もう株式会社合同5名合資会社だよ。あと持っている財団の基金に対してそれについて出してくれたことについて配当する概念とも違うのであとやはりもう、会社内でこう基金とかを作りたいっていうことで作るってことは想定するかもしれませんけど、通常、基本的に、何を目指すかって言った時には結果公益認定を目指すような財団一般社団財団っていうのは究極的にはもう公益認定を受けるっていうことが大前提で本当は認めてられるけど、作るのが安いってことでこう作られてしまうことがありますけれども、それをやるとなった時に、そこまではやはりもう株式会社中心の中の発想にはやっぱり馴染まないところは実際はあります。で、だからといって、どういう回答を作ればいいのかといった時に普通法人もしくは協同組合通産子法人についてはもう協同組合もダメですからもうある意味株式会社に限定されているよとってなった中で、やはりそのもう基金とか概念自体が株式というその中のものとしてはやっぱり馴染まないものなんですね。でそこまで言及はできなかったとしても、実際完全支配関係がある普通法人ということを、指摘できたときにもう普通法人自体に一般財団法人は該当しないっていうような何かをこうもうとっさにもう長く今回例えば回答用紙の半分かければ十分すぎる内容ですよ。だからそこを踏まえていただきたいなと思います。で、カッコさんの資料を今見てるんですけどもP1 が1500万円で S1 社が500万円で S2 が1000万の欠損で S3 が500万の欠損要は繰越控除欠損金を繰越控除で使うより今グループの中で使おうと
っていうもので連結納税というものがありました。で、連結納税っていうものは、まあ、それなりに効果を持ってはいたんですね。で、だけどやっぱり大きな欠点があったんです。まあ、シンプルに言うと調査ができない、まあ、できないってわけじゃないですけど、調査をしてしまった時にそこのグループ全法人のに影響を与えてしまう、地方税含めてですよ。で、それをなんとか、解消しなきゃいけないっていうことで、もう単年度の赤字黒字、まあ、欠損所得は相殺していくよっていうことを、まずやっていくよっていうものなんですけれども、今回この中でカッコ3としてP 社の令和5年度における総益通算にかかる税務上の処理について、その法的な理由を付して簡潔に説明しなさいと。で、 P 社は当然所得があります。で、もうこのグループの中で、ね、通算税制というのをやっている。で、通算税制の中で所得と欠損を相殺することによって、欠損が生じた事業法人は繰越控除ではなく、グループ内にある意味税金を、赤字の分を黒字の法人から回収する、要はお金のやり取りはグループ内でやっていくよ。そうでなければ、例えば黒字の法人は要は国税に納付するっていう手法しかない、単体だったら。だけどグループ法人税制っていうのは国の納めるものも当然出てくるけど、欠損の法人にその分欠損金をもらって税金が抑えられた分は、国に払う分は減るけど、その抑えてくれさせてもらった分は欠損の出てる通産法人の方に、回していくということができる。なったらグループ内で資金っていうものを有用に使うことができるよっていうものがグループのものなんです。で、すみません、グループ通産税制なんですね。で、P 社の損益通算にかかる税務上の処理というものの中で、今回が1個だけクッションがあったのが S3 が期限後申告になったってことなんですね。で、期限後申告になったっていうことで、それまで合算を待ってたらまたみんなに迷惑をかけるので、一度その段階で、期限後のものはその通算というものの対象にしないよとなった時に、 S3 を除くなると1000万円の欠損金を P と S1 で分ける。で、 P と S1 は3対1なんですよ。で、この3対1で、まあ、4分割すると1000万円を3対1で分母にして3をやると750万円の欠損金を P 社は使うことができる、 S1 社は使うことができる。問題的にはやっぱシンプルな数字を使わせてくれてはいますね。まあ、ちょうど所得が半分になるように問題設定はされています。で、それを損益通算にかかる税務上の処理について、要はグループ内で損益通算を行うことによって S2 の欠損金のうちの、まあ、1500万足す500万分の1500万を受け入れることができる。その結果、所得金額、申告上の所得金額を落とすことができる。で、これをなぜできるかって言った時のまた確認になってますけれども、要はグループ内で所得と決算を相殺することができる。要は繰り越し欠損金を待つわけではなく、単体納税では繰り越し控除を待つわけではなく、しかも期限切れ欠損金のリスクを、減らす意味でグループ内で資金もうやっぱ当然選択と集中ってわけではないですけれども、グループ内で有用なものをくっつけていく。で、その上で有用じゃなかった部分でこうはみ出てくる部分があるっていうことの、はみ出てくる、要は有用な強いところをこう残あのくっつけ合って強くする選択と集中をやっていく上で、やはり通産税制っていうものがあることによってよりしやすい組織再編っていうものを最終的にサポートしている部分もあるわけなんですね。なので今言ったことの中で極力理論集の言葉は使わないようにしました。で、その上で P 社の令和5年度における損益通算にかかる税務上の処理についてどうなりますかって言った時に、
まあ、当然今出てる単体の所得金額がある。でその中で、S3 というものがグループ内の中で、欠損金を持っているものがある。ここについて、通算することができる。で通算することによって繰越控除では得られないグループ内での、要は資金の有効活用ができるわけですよね。要は国に対する外部に行くものをグループ内の他の欠損の法人に結果は払う金額、所得の金額が出て税額は払うべき用意する金額が変わりません。だけど国に払うのか、その欠損が出た法人が受けるのか、もしくは欠損が法人が出てたら繰越控除はその代わりできなくなってくるけど赤字が生じた分今法人税の負担がしてもらえる、そういう仕組みなんだ。でなぜこういう仕組みがまた用意されてるかって言ったら選択集中組織再編っていうものの最小的な、ストッパーとして必要な部分もあるし、でそうなればグループ内に赤字、まあ、全便が黒字だったら全くやる意味がないですからね。でそういう場合に出てくるものなんだよと。で括弧4番になった時に今度は、S1 に関して、通算前取得金額が、まあ、誤りが発見されたって言った時に遮断措置というものが作られました。これが連結納税の時になかったもの。要は S1 社だけで所得計算をちゃんと簡潔にしてくださいねと。で P 社の令和5年度における損益通算から税務上の処理について損益通算に関してもう当然当初にやったものがもう最終的にそれが申告とものとみなすよっていう意識を持ってほしいんですね。もう遮断措置がありますよと。で遮断措置が適用除外になるケース、すいませんこれカリキュラムではやってなかった、でも実際はあります。だけどそれって全体でまあ所得がゼロ赤字になる。でその中で直すことによってちょっと一つ黒字が出るけど全体としてまだ欠損が維持できる。要は税額が納付書で発生しないだろうっていう時なんですけど、修正が入っても、納付書で修正が入らないんだったならばその中の内部でやり取りをしてくださいとということが、作られてはいますけどそれには今回ならないってことなので、遮断措置の適用除外にはなりません。まあ、全体見て、まあ、S3 を除いたと全体で考えても当然 P1、S1 で2000万の所得、 S2 は1000万の欠損で、まあ、全体から見てまずは、納付書は発生している状況なので適用除外にはならない。だったら遮断措置でやっていこうねっていう意識を持っていただければなと思います。で問いにも、国際税務というわけではないですけれどもワールドワイルドで、まあ、PE の考え方とかそういうものを踏まえた中で課題支払い利子税制について何らかの形を語れるようにやっぱなってもらいたい。だから理論集を暗記してなかったっていう形ではなくこれは何なのかって言った時に、まあ、この規定が用意されている前提は支払い利息というものを払うっていうことによって相手方にとっては受け取り利息になりますよね。でその受け取り利息が海外に行くこっちから支払い利息がどん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 増えれば増えるほど受け取り利息というものが、向こうに、海外に移転してしまうってことは所得の海外移転を防止しなければいけない。で一つは過少資本税制と今までのものがあった。で今までのものがあった中で今回それは資本金と、まあ、負債の少額有利子負債の金額を含めて3倍以上までいってない。要は資本金かなり大きいですからね。なのでその対象にはならない。で利息も 2% 適正に取ってるんで移転価格税制の適用もないですよととなった時にここの2つ改正があって今までその所得の移転の相手方が
グループ会社とかそういう、まあ、50% の支配関係とかそういう、まあ、簡単に言うと親会社とかそういうものがあったならば、対象だったんですけども、改正で海外の銀行とかも対象になります。要は受け取り利息が海外に行くものが対象になりました。これが1個、1つ改正が入ったんです。でもう1つ改正が入ったのが、所得の金額があって 50%、 今回所得が 1億ですかね、その 50% ってなったら、まあ、5000万より利息がそれを超えてるんだったらアウトって言ったんですけど、それをガクッと 20% に下げました。なので、もう意識づけとか、まあ、こういう問題が出てくるとなった時に、やっぱお願いできることって言ったら、新聞ヤフーニュース、まあ、できれば税務通信みたいなものを本当は興味持って、まあ会計事務所を務めの方だったら税務通信昼休みとか、帰り、タイムカード終わった後とか、そういう時に、読み物として、見とく必要とかは興味を持ってもらいたいし、勤めてないんだったら、まあ、税務通信取ってくれってわけにはいかないんで、税に対する興味をやっぱり張っててほしい。で、読んでいるもう当然スマホ化で得られるニュースだって構わない。それをしっかりと、感覚を持って、世の中の情報、税に関しての情報は吸収できるようにだけなっといてもらいたい。その上でこうテキストでこうやったこと、まあ、本当は反省してます。もっと、過去に出てきたことがないものであっても自由になっていくものなら、もっともっと話していかなきゃいけないなっていうのは、やっぱり今回の問題では、思い知らされてます。で、その中でもやはり理解を徹底的に加えてって、その理解の中で答えられる領域っていうものを増やしていってほしい。で、今回やっぱ2つ大きな改正が課題支払い税制の中に入りました。で、1つは要はもう関連会社だけじゃないよ、資金供与者それも含みも、でも今回は資金供与者、には該当しない、もう本当に純粋に、もう親会、まあ、関連会社だよと、まあ、本当にもう関係から見て資金供与者ではないけどちゃんとした関連会社に該当するから、そこのものについては対象になるんだってこともできれば言及すればなおいいとは思います。で、続いてやっぱここは本当は回答として資金供与者って何者っていうことも分かってほしい。で、 Z ってどんな関係なのって言った時に、Z なんですけど、 Z の関係っていうのは、まあ、ここにしか借りてませんけど、 Y 社の X は子会社であり、じゃあZ っていうのは Y 社が 100% 出資しているとなったら兄弟会社なので、まあ、一体となっているその関係であってもやっぱり対象となるよ、資金供与じゃないけど、その元々のこのグループの元々の対象としてもなるよ、親会社じゃないけどねと。あともう一つが 50% から 20% に下がりました。で、借入金の金額なんですけれども、12億あります。で、12億のまあ年利 2% もう1回も返済してないってことは受け取り利息とかを考える必要はない。その中から 2% 2400万ですかね。で、所得の 20% を考える2000万、これを超えると、今まで5000万だったんですけど 50% じゃなくなった分、この400万円は不参入だよと。だから数値自体は難しくないですけど、まあ、例えば東連にこうよく出てくる減価償却とか貸倒引当金とかというものに比べたら、もうテキストで1回やっただけの話の中で、まあ、東連でも、この所得基準で引っかからないようなベースで、判断をさせたことはありましたけれども、今言った内容とかを加味して利子にかかる税務上の処理という形に利息がこれだけ計算されますよ。で、この利息が要は海外のダブル社にこういった中で所得の海外の移転が起こる。で、この移転について国際的な、まあ、租税回避行為
じゃないですけど、それを利用したものを防止していく観点から、まあ、過小視は税制か過大視は荒れし、もしくは、まあ、利息が適正ながら移転価格税制が行われるんですけど、今回は利息が適正額なんで一つは消える。で、一つは資本金が3倍を超えてないから、それはの中も除く過大視は荒れ利子っていう中で、ストッパーとしては所得の 20%、 2000万それ以上の金額がやはり12億ということをグループ内で資金調達していたら起こりうる不乱死なんだという意識も持ってください。で、次、問3が個人で1億を出している、なかなかやっぱ大きな会社ですね。で、B 社結構、まあ、そこが会社構成法の再生計画認可決定があり、まあ、会社構成法の適用を受けさせてもらえるって言ったら、もう自分としてはかなりレアケースな状態だとは思います。だけど、まあ、だからやっぱ額も大きいですよね。で、2億円があって 20% これが、均等額で分割返済ってなった時に引き当て金の設定対象がやっとできる。要は法的なこの理由によって起こりう会社構成法とかめったにないと、もう本当個別評価金銭債権なんて設定できませんから、それで10回分割になった、その時に5年以内に弁済された金額以外が、設定対象になるよって言ったら、まあ、約ざっくりまあ半分ですよね、5年間、まあ、その申告終わってから5年間以内に返ってくるものが半分、それ以降のもの、いや1000万円が、損金算入が作れますよと。で、何かって言ったら、もうやっぱりこのような状況になってきて、まあ、理由なんですけれども、棚上げ、長期棚上げっていうものに該当してくる状況になってくると、やっぱりまだ完全に立ち直ったわけじゃないので、しかも理由が会社構成法によるものなので、これから立て直おうとする全力でやっていく中で、やっぱり長期棚上げになった分、またそこが再生できるかどうかということが不確定の部分が強いため、5年以内の弁済金額以外は、損金の額に参入する個別貸し倒引き当て金の、設定ができますよと。あともう一つは、ここで免除した貸し倒れ、要は 80% 部分の1億6000万、これはもう切り捨てられたということは、もう金銭債権としてのもう請求権自体がこの期に完全に消滅したとなった時に、で、今やらなきゃいけない、消滅権が消滅、来期に回したら逆に下手したら、公正の請求とか何年も経ったら認められなくなってしまいますので、今確実に、損金経理要件云々はあるのかもしれませんけど、そこについてしっかりと、今の段階で、もうこの期の中で確定している、でしかも、請求権自体が完全に消滅して、あとこれはもう会社を立ち直す上でみんなの納得した合意数字であるもので、もう客観的にこの期にもう、もう債権としての金額は成立しない、しかもこの期にしっかりもう損失が生じた時にしっかりと計上していく必要がある、なのでこの貸した損失になる金額の部分と個別の設定対象の部分、少し法的なものを加味して答えました。理論集を書いてくれという意味ではないと思いますので、で、やっぱそこはしっかりと認識していただければなと思います。で、続いて第2問の方を見ていきたいと思います。第2問、ここは、割と、他校よりボーダーラインが厳しめになっているところはあります。まあ、第一問も、ボーダーラインはある程度公表は、22点という形でやらせていただきましたけど、自分的には規定そのものを理解して、規定の本質を趣旨を理解した上で、何らかのものがペンに落ちるその状態で何らかの形で記載していただければ、点数としてはもう一つのボーダーラインの中には入ってくると思ってます。で、第2問についてはやっぱり複合的に読み取る必要があった、読解の必要があった、その上でやっぱり自分が重視するのはこれ問題からいろいろこう感じ取っていく必要があるとこはあるんですけれども、
その旨及び、ここですね、税務上調整すべき金額は加算減算の別及び留保社外流出の別、これをしっかりと書かないといけない。これは指示です。計算過程の欄に計算過程を示した上で記載しなさいと、調整するものについては。また税務上調整すべき金額がない場合には、その旨及びその理由を該当する計算過程の欄に記載しなさい。ここの指示が守れたかどうかで、多分合否はここが守れたらかなり有利に進めると思ってます。いや、処理するべき何もなかったもの、これについてちゃんと言及できますか。で、回答の方には明記したつもりです。で、ここは大きな分かれ目になるなと思っています。で、やはり、講義中でももう指示に従う。で、もし第2問で何か書くという指示があったら、そこを満たせば大きな違いにもなる。あと読み取りもしてほしいところがたくさんあります。まず資料1からさっと見ていきます。前期末の納付税額があって、当期初の予定納税額を見て何を感じる必要があるかっていうことですよね。で、感じてほしいのは、前期は中間納付がなかった。これがまず読み取ってほしい。だから前期にやはり割と大きなヒットが生まれました。まあ、うまくいったんでしょうね。で、今期結果的にほぼ全額が還付されるし、この数字結構緻密だな、横浜市とか想定した形で、道府県民税、市町村民税、事業税、特別事業税こう含めた、で、法人税も地方法人税含めた上で、ちゃんと見事な数字を作り込んでましたね。もう適当な数字じゃなくて、ちゃんと想定した法人があって、まあ、前期はやっぱ大きなヒットがあった。で、今期は結果赤字転落ですよと。だから基本的に中間で払ったものが全部返ってきている状況になってます。で、そこを読み取ってほしい。で、人数80人って書いてあるけど、そこも実は本当は関連してると思います。で、読み取っていただいて、この問題の中で調整をしていく中でいいんですけど、注意書きの3番です。581万8900円が予定納税で払ってきて、戻ってくるのが572万8900円なんです。仮払い税金で残っているのは、まあ、これ仮払い税金で、残っているのは構わないよと、経理処理したで、仮払い金であろうが未収であろうが構わない。だけど住民税の中に実は道府県民税と市町村民税に9万円中間で払った金、まあ、すみません、ここで予定納税で払った9万円均等割というのはもうこれ戻ってこないんですよ。戻ってこないものを未処理にしてますって言った時に、何も、処理してないわけなんですけれども、ここ何も処理してない。だけど本来だったら何するの？中間で払った金額を一部住民税分の法人税等に仮払い税金から決算で振り返るわけですよ。正しい処理は。でも今回これをやってないっていう前提だった時に、何らかのコメントが欲しいんですね。よっきに仮払い税金を租税効果もしくは法人税等に振るでしょうね。で、当然もう実際は住民税としては払ってるん で仮払い税金であるが、損金経理住民税で加算はされている部分なので、今期にですね、仮払い処理しようが。だけど、だからそうなると租税効果に、焼却処理をすると思います。でも会計上 PL に租税効果って上がってたとしても、その金額はしっかりと来期加算調整していく必要がありますよ。返ってくる金額と仮払いの金額が違うんだけど、その処理は来期に回す。だったら何も、今回来期に回すってことは今年何もしない。だったら来期のことについてもやっぱ言及してあげてほしいと思います。あと知識として4ページ目ですかね、固定資産税なんですけど、納税通知が届いたことは1年分の税額117万円を未払い計上した、まあ、本来5月決算にしたの、これ意味あるんでしょうね。5月に納税通知書が来る、普通納税通知書が来たらすぐこう、5、7、11、2月にこう払う税金なんですけど、今回5月決算なんで来た瞬間に、だけ未払い金として計上した。
これについて、まあ、本来だったらこれ3月決算だったらちょっとありえない話ですけど、5月決算だからこそ未払い処理が出てきた、それを感じ取れるかどうか、まあ、固定資産税の納税通知書が切るってことは分かんないですけど、だったら書いたかどうか、何もしないんだったら納税通知書が来た段階で損金算入は可能なんだって未払い経理してる、それが書けたかどうか。社会保険の延滞料は加算しません。加算しないんだったら別段の定めによる延滞料の加算の中にこの項目がないから調整はしませんよと。で次、不動産取得税について加算しないなら、損金算入ができる、まあ、これは不動産取得6年に来るんでその言及ができたかどうか、まあ、本当は指示に従うって意味で、回答として、まあ、もうどうしても書きたいものは米印つけずに書きましたけど、自分はまあいらないかなと思うところはあります。で次の、資料2で、やっぱりここのポイントに1個なるのは、すぐ 100% 持ったって関税個法人とか関連個法人にはならないよと。どういう状況でなるのと思ったら、ある期間持ってなきゃいけない計算期間を通じて、もしくは半年、そうじゃなかったら、その適用を受けることができないってことは、控除不再利子の費用は使わないとか、問題的に、購入手数料は入れなきゃいけないけど名義書き換え料は費用処理できるって形を判断したなら、それが書けたかどうか。あとは皆斎藤の部分もあって、自己株式取得の部分があったんで、その分の調整なんですけれども、まあ、会計仕分け的には有価証券売却益というものが、もし計上されていたものだったら売却益部分が皆斎藤になるよという形の中の調整を入れさせてもらったりとか、まあ、受け取り配当金の益金負債入課税外収入なんですけど、まあ、別表から見ていただければ社外流出がどちらかを書きなさいって言ったらそれが書けたかどうかっていう、まあ、論点自体はこうありますけれども、あと取得税額控除なんですが、所有期間をこう判断していただいて、もう勘弁法適用っていう形の中でも構わない、まあ、有利選択ってあった中で、勘弁法適用っていう形に、絞っていただいて、やっていただく必要もありますし、まあ、すみません、もう2つやるよりかはまあ有利になる方っていう形なので、ただ見た感じの金額バランスから積んで勘弁法適用で、調整できるとは思います。で続いてなんですけれども、役員給与の話をちょっと見ていきたいんですが、まあ、HC がこう亡くなりました。で HC の、役員退職給与の、まあ、課題部分、相当聞かれる部分の否認と、まあ、懲役金なんですけど、これ最終給与の6倍まで平気なんでその枠内でいますので、ただ懲役についてのコメントが書けたかどうか、これも意識していただければと思います。あとこの段階で H 氏の月額報酬が120万だってことを読み取っていただければ、 I 氏なんですけれども役員昇格しました、まあまあ、今まで副社長から代表に変わったって言ったら、臨時改定自由にの例として上がっている内容なので、しかも適正額だと思います。前の社長が120万だったんで、この人も120万になりました。でそこもやっぱ読み取ってやっていただきたいのと、あと、まあ、家賃なんですけど、ここあえてこう帰ってきてくれましたが、大抵定期同額になるという回答を作ることがありますけど、実務的にはありえないと思ってます。家賃を会社が負担するっていうことを避けなきゃいけない、最低半分出してもらわなきゃいけない、あと高額なものとかになったらまた話変わってくるんですけど、無償で借り、社宅を借り上げて無償で貸すってことはやっちゃいけないんですよ、給与課税を受けるから。で給与をちゃんと認識して毎月この分を給与として処理をしていると。だからこの給与と支給額の等って書いてます、この支給額の中にこの家賃負担部分が、入っていたなら180万円、給与処理をした、源泉徴収もしている、だったら定期同額でいいと思ってます。
なので今回あえて、給与で処理しなさいというふうなアドバイスに見えたので、ここはコメントなしで、役員給与の損金を愛しの分の180万は否認してほしいと思いますね。で、J 氏については事前確定届出が1月を超えてしまったので、調整の必要がありますよというところを、認識はしていただきたいなと思うところです。で、続いて、経済的利益も、J 氏に J 氏について経済的利益、この部分も漏れないようにはしてください。これも給与認定をされますと。で、続いて、ここでやっぱり論点としては、まず愛氏の役員給与損金不算入を定義同額っていう認識は持たないでほしい。確かに通達で毎月同じで払ってきた経済的利益があって、それを給与と認識するってことは実態的にありえないと思います。だから用意されてるけど、その処理をしている法人を見たことがないですよ。要は、お金を貸して、無償で貸して利息部分を役員給与っていうふうに載せて、毎月の、源泉徴収対象にしてるとか、会社が借り上げたところについて家賃を会社が負担して役員給与という形で仕分けを切るってことをやったなら定義同額って意味ですからね。もう口酸っぱく言いますけれども、それであって定義同額と話してそれをやるってことは想定できない。それなので企業との信用にはなかったってことも踏まえてほしいと思います。あと、経費なんですけれども、50万だった、業績も達成できないことが明確になった、で、月額30万円に減額されたと。で、変えるたんびが定期同額に該当するか否かっていう形にありますけど、業績悪化改定事由は必ずしも赤字転落とかだけ、もう経済とか義務課題、他の人が守られてるっていうわけではなくて、この人は営業職の所長 でかつ、対外的内部的にも、去年に多分大ヒットを生んだ張本人なのかもしれない、税金のところを見ると。だけど今年は赤字が、なったっていうところに関して、その役員の、期待分っていうものについての、答える部分ができなかったっていうところも踏まえていただければなというふうには思ってはいます。で、続いて、L 氏なんですけれども、これはちょっともう使用人からいきなり常務になったっていう大抜擢だと本当に読み取ってほしい。で、使用人部給与もこう与えられているんですけれども、本当に、大抜擢、だっていうことも踏まえていただきたいんですけど、常務取締役が就任したのが、12月で、8月に、賞与42万出てますけど、もし役員だったら他の使用人時期と同一じゃなきゃいけないんですけど、この頃純然たる使用人だったんで、この42万円は調整しようがする必要はないです。それもコメントがいる話です。で、12月役員になった段階で45万円払わされてますけれども、これはもう使用人職務としての適正額、もう30万の 1.5 倍という形で使用人職務のものなので、調整はいらないよという形のものをしっかりと認識していただきたいなと思います。危惧、減価償却の論点として、不動産取得税とか、今回の、不動産所得税とか落成式ですね、損金算入ができますよと。設計料とかダメですけどね、そこをやっぱちょっと踏まえていただきたいと思います。じゃ、続いて、調整不要という意識を持っていただきたいなと思います。で、続いてなんですけれども、一つ論点として、圧縮自体は計算算式で示せると思うんですけれども、
器具備品 S ですかね。エアコン20台で貸付収入と売却見込み額の合計190万円、でも買った値段が9万8000円で196万円、まあ6万円ぐらいですけど差がある、まあ、買った値段よりか6万円損する形にはなる。これ何を感じるかなんですけど、まあ、知識があったという前提でありますけど、実際はもう少額の10万円未満のものを利用して貸付のようにしなさい、一挙に全部費用になりますよ。でその時に一挙に費用化当然できて、その上で、まあ、実効税率まあ 30% ぐらいの税金を落とすことができる。でその後リース期間というものがあって、その後こう回収されていきますけれども、売り手側の考え的に言うのは、例えばこれ190万あったら、まあ、ざっくり、30% としても58万8000円税金下がりますからと、返ってくる金額、190万であったとしても税金分と考えれば240-250万儲かるから、240-250万のお金が効果があるんでやる価値ありますよねって形で、これあえて190万少し下げてはいるんですけど、税金負担とことを考え、税金が減ることを考えて、まあ、ゆくゆくは税あの課税の繰り延べでしかないのかもしれませんけど、今一旦税効果がそのガキ生まれてるよという形で、今節税したいならって形の、そういうものをやっぱ防止するために、全然たる貸し付けのようなものだったら少額減価償却したいの適用はさせませんと。で、まあ、これコメント、いるかどうかって形なんですけれども、計算していくんでここは伝わると思いますけれども、もう一つの7万円の事務机の方は、まあ、順手ったら貸し付けなくて自社も使うものがあって、まあ、グループの中のその中で一応効率的にやるという形で、もともと租税回避を想定したものじゃないので、そこについては、しっかりと、関連会社の事務運営のものであるため損金算入という形で、判断していただく必要がありました。で次、接待交際費、計算自体は大したことないと思うんですけれども、やっぱ D の8ページに出ているもっぱら従業員の慰安を目的として行った新年会の費用19万円とか、これ社会通念上相当って言葉があえて抜かれてるってことが気づくかどうかなんですよ。でこれを何もしないんだったら何かを書かなきゃいけないわけですよ。でこれ80人従業員がいるんで、1人もだいたい2500円程度以下のもので、社外通念上金額的にも相当ですよと。で得意先との会食って社内飲食じゃなく、これがもうであるならば、5000以下に該当するため、まあ、損金の額に参入、まあ、これは書き慣れてるかもしれませんけど、カレンダーですよね。カレンダーって言われてるものについて、もうこれは当然社名入れられるから広告宣伝で、63万7千って高い安いって一瞬高いかもしれないけど、80人従業員いるってことがあって、まあ、税金から考えて売上はやっぱ20億30億以上、まあ、人件費を考えると、製造業だったら比率を考えると、そのに考えるとやっぱり1つ、まあ、1000個ぐらい作るとなると500-600円、1個の値段が2000個作ったら200円とか300円、そのような値段になります。それを、年末に、まあ、営業が何人いるか分かりませんが、その人が全員が営業ってわけじゃないですけど、その人たちが会社をこう宣伝していくっていう形に回せば、金額的に、その高いものになってないと思いますからね。で続いて問い2なんですけれども、U があって V と W っていう会社があるんですけど、 V はもう完全グループではないで、 W についてはもう完全グループという形のものになっていく中で、まあU はどういう調整が必要かって言った時に、まあ、売掛金をそのまま免除したっていうもの で V はグループではないので、その分をしっかりと、本来であったら借方寄付金、貸方売掛金とやっていればいい。で、まあ、貸し倒れ損失とやってなったら、まあ、やっててくれたのは貸し倒れ損失をっていう形で否認して、寄付金認定損を立てて、
次に、寄付金の損金不算入5000万円をこう対象にしていくんですけれども、売掛金が残ったままでいいわけではないですからね。もう免除してなくしてるわけなので、で翌期に前期損益修正損5000万円、これは言及した方がいいと思います。本当はここで何もしなかったって書いてある時に何思うかと、本当はこの会計処理をすることをしてなくて売掛金が過大になってるわけですから、これは来期に受け入れ処理をしていく必要がありますと。で続いてなんですけれども、土地取得価格、を余剰に上げていますと、U について、本来だったら2000万円でいいものを3500万払ってますので1500万円、もうこれについては土地が過大に上がってますよという形のものになりますって言った時に、翌期に借り方前期損益修正損貸し方土地とやった時にこの1500万円、要は寄付金認定損の5000万円、減算留保したもので、土地取得過大計上ってやった減算留保した1500万円、6500万円は来期に受け入れ処理を行っていく必要があるということを言及してほしいなと思います。何か税務調整すべき金額がない場合には、今回完全にないわけじゃないですけれども、税務調整をこうあえて寄付金認定損とか、土地取得過大計上ということをあえて入れさせてもらってはいますけれども、やっぱり欲求のことをやっぱ意識していただきたいなとは思います。で、V 社についても、受贈益が漏れています。債免除益が漏れてますので、要は来期債免除益というものがあった時に収益を上げた時、受け入れ処理を行っていただく必要があると思います。でダブル社については譲渡益1820万のうち1500万円が受贈益というふうに認識するので、もう会計をあえて直す必要はないので、今回は別表調整だけで欲期には影響を与えずに、融資はできると思います。で寄付金、今回は例えば U と V を分けるわけじゃなくて、やはり V とし、すみません、融資として、寄付金の調整を一つ明確にした方がいいと思いますので、その調整の方をしていくように意識してください。で、計算過程の中に、先ほど何も調整しなくていいってところに配点は振っている部分があるので、計算のボーダーは、ちょっと低めにはなってはいますけれども、もしここが記載できていれば、やっぱかなりの大ヒット、要はもう本当に何か言われた相手からの指示、それをちゃんと答えていくんだっていう意識をですね、答案に反映できていれば、かなり有利な、結果につながっていくなとは思います。でやっぱ公表としてもうやっぱ暗記して対応するっていう形ではなく、とにかく理解する、制度の趣旨を持っていく、でそれをお客さんに税理士の立場で法人税の考え方に乗った意味で説明できるような思考を身につけていくということは、何はともあれ、表現力というものも、問われている部分ではありました。なので暗記してそれを書こう、暗記して書こうというものをやっぱかなり拒絶しているなって意識は持てます。あとはもういろんな事象が起こる中でプラス要素が1個入ってきたら正確に出すってすごく難しい中で、少しでもその乱れがないようなやっぱり練習はしとく必要がある。いろんな要素がある中でそこについて正当に答えられるようになっていただければなと思います。73回の税理試験の解説はここまでにさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。お疲れ様でした。